はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。強打力インガ、1098日目ですね。はい、現在2022年12月10日の15時22分なんですけども、今回ですね、このオリックス純正編ね、オリックス純正に移行してから約15ヶ月、経ちましたんでね、14ヶ月目から1ヶ月経って、どういったオーダーになったかというのをね、ご紹介したいなと思います。最後に伏見選手にね、称号もつけたいなと思います。3回今回ちょっとつけたいなと思ってます。はい、その前にまず、無課金でやってますんでね、エナジーの内訳の方をご覧いただきます。こちらですね。はい、合計所持が2065、優勝0、無償2065ということで、ずっとね、最初から、無課金でやらせてもらってます。はい、そういった感じですね。はい、それでは、オーダー紹介の方にするんですけども、現在、リーグランク9で熾烈な残留争い、現在ね、一応土曜日なんですけども、熾烈な残留争いということで、非常にね、だいぶ厳しくなってきたんですけどね、直近4週はですね、こういう感じですね。リーグランク9、リーグランク9、でリーグランク覇王、でリーグランク9ということで、今回もちょっと覇王上がれるかどうか微妙だなっていう感じなんでね、ちょっと今のスピリッツではちょっと厳しくなってきたかなっていう感じなんですけど、今からご覧いただきますけどね、なかなかちょっと、厳しくなってきたかなっていう感じなんでね、これからどんどんもっと補強していきたいなと思ってます。はい、はい、それでは、オリックス純正15ヶ月目の、オーダー紹介の方ね、ご覧いただきます。こんな感じです。はい、チームスピリッツが 95,789 ということで、14ヶ月目の時がですね 95,285 やったんで、一応500ぐらい、500ちょっとですね、上がったのは上がったんですけどね、もうちょっと、そうですね、一応ね、まだ育成してる選手も何名かいますんでね、2名いますんでね、それ入れば9万6000人届くぐらいかなという感じになってきました。はい。で、14ヶ月目から変わったところで言いますと、ベンチ枠ですけども、藤見選手、シリーズ取れましてね、この後、称号もつけてね、一応ミート60、パワー63なんでね、ちょっと同値も狙いたいなと思ってます。はい。伏見選手が変わったのと、あとベンチはこの大城選手ですね。はい、スピリッツ4000なんでね、覚醒ですけども、覚醒の選手ですけどね、スピリッツ4000ということで、スピリッツちょっと上がりましたね、ここでね。ここで300ぐらい2人で上がったかなという感じですね。はい、200上がったかなという感じですね。はい、で、打順の方ですけども、こういう感じですね。はい、1番杉本選手、2番一郎選手、3番ブーマー選手、4番吉田選手、5番中村選手、6番加藤選手、7番石峰選手、8番福田選手、9番村上選手、ベンチが T 岡田選手、紅林選手、伏見選手、大城選手といった感じですね。はい、一応ね、 OB の石峰さんと、ね、加藤さんが3800なんでね、このあたりちょっと OB と変えるか、通常の選手と、ね、変えていくか、あとはスピリッツ解放するかっていう選択肢になってくると思うんですけどね、今後のね、通常の選手とかのそれから次第で考えようかなとは思ってます。スピリッツちょっと上げていきたいなというのはあるんでね、3800はなるべくこう、排除していきたいなとは思ってるんですけどね。はい、そういう感じですね。で、投手の方ですね。投手の方はこういう感じです。はい、投手の方で変わったのはこの先発2の山岡選手、山岡選手来てくれましてね、 S ランク契約書、普通のランダムでね、山岡選手来てくれて非常に嬉しかったんですけども、去年のシリーズ2から継承できてませんでしたんでね、非常に良かったかなと思います。はい、称号もつけまして QA に乗ってます。はい、であとはですね、あと一応向野木選手が入ってるんですけども、3900でね入ってる、覚醒の選手なんですけども、一応大塚さんが3800のスピリッツなんでね、ちょっともう入れ替えて、100上がって、能力的にはね、大塚さんの方が全然上なんですけども、ちょっとここ変えました。はい、それで一応ちょっとスピリッツ上がって、現在 95,789 なんですけどね。はい、ここもね、ちょっと一応一覧ご覧いただきますけども、ここですね。はい、金子選手、山岡選手、山本選手、宮城選手、田島選手、平井選手、平野選手、佐藤選手、比嘉選手、向野木選手、山崎選手といった感じで、この佐藤選手もね、一応ちょっとスピリッツ解放も考えてるんですけど、今後のね、ちょっとミキサーとか、ね、そのあたりでどういうふうに取れるかによって、ここもスピリッツ解放もちょっと視野に入れて、今後やろうかなとは思ってますけど、現状はまだ置いてます。はい、そういう感じですね。はい、
で、最大コンボ上昇量なんですけども 1571 ということで、これ、前回14ヶ月目よりは20ぐらいはちょっとだけ上がりましたね、はい。まあ、一応1571いってるんでね、まあ、このあたりでちょっと、まあ、なんとか、リーグランク覇王にちょっと上がったりもしてるのはこのおかげかなとは思ってますね、はい。ちょっとスピリッツは低いんですけどね、まあ、このコンボをちょっと保ちながらスピリッツ上げていきたいなとは思ってます、はい。能力チャートはこういう感じです、はい。で、発動コンボなんですけども、まあ、清見バファローズ魂が出てまして、超大胆不敵、超変幻自在、超力戦奮闘で、類まれなる才能団結360ですね、特殊能力ね、で超剛腕投手陣といった感じです、はい。まあ、あとはこういう感じですね、はい、こういう感じで出てます、はい、こういう感じで出てます、はい、はい。まあ、オリックス純正オーダーね、15ヶ月、移行してから経ちまして、まあ、95,789 ということで、一応まあちょっとリーグランク覇王がね非常にちょっと厳しい状況になってきてますんでね、まあ、なんとか今週、まあ、残留はせめてねしてもらって、またちょっと今吉田選手とあと本田選手育成中なんでね、その2人入れてまたちょっとスピリット上がるんで、そのあたりでまたちょっと覇王に上がれればなと思ってるんですけどね、現状ちょっと厳しいかなと思いますね。土曜日の段階でこのあたりいるとちょっと厳しいかもしれませんね、はい。そういう感じです。それでは伏見選手に称号をねつけたいんですけども、こちらですね、はい。伏見選手ここですね、まあ、一応ですね5枚あるんですけども、今回3回いきます、3回、極小なしでね行こうかなと思ってるんですけども、まあ、先ほどもちらっと見てもらいましたけども、ミート60パワー63ということで、一応同値狙いますんで、まあ、欲しい称号としましてはですね、あ違う間違えた、こうですね、はい。まあ、上からいきますと高級筆打ここですね、そうですね、ミートプラス3ですね。であと打撃職人、これもいけるんですよね、星1もね、まあ、だからまあ打撃職人、まあ、できればもちろん高級筆打欲しいんですけども、まあ、極秘書なしでいって、まあ、打撃職人についたらラッキーかなという感じで、あとまあ強心臓とかね、勝利の下とかでもついてくれたらラッキーかなという感じでいこうかなと思います、はい。3回やります、3回とも、極秘書なしでいきたいなと思います、はい。もうね、日ハムに移籍しましたんでね、もうこれが最後の伏見選手かなとは思いますけどね、オリックスでもね、はい。それでは1回目いきます、極秘書なしでいきます、できれば9位プラス3、あ9位ちゃうわ、ミートプラス3来てほしいです、お願いします。さあ来い、星1の打撃職人でもいいよ、強打者、強打者はあかんな、はい。ミートプラス1パワープラス1ですね、はい。それでは2回目いきます、これも極秘書なしでいきます、ミートプラス3お願いします。高級筆打か打撃職人でしたっけね、はい。それ来てほしいです、お3来た、バズー、おー4来た、バズーか、ええのはついたんですけどね、まあでもこいいですね、ミートプラス3パワープラス3、ミートプラス1パワープラス3、おおパワー66、はい。まあとりあえずこれでいきますね、はい。それでは最後いきます、できればミパ同値いきたいです、9位、ミートプラス3お願いします。さあどう、来い、あコンタクトいって、これダメでしょ、ミートプラス3パワーマイナス1やもんな、いや惜しいな惜しいけど、こっちしときますね、はい。バズーカの方ですね、まあ、星4つきましたんでね、まあ、よかったかなと思います、極秘書なしでね、はい、はい、これでいきます、はい。まあ今回こんな感じなんですけども、一応ね土曜日の第2節終わりの最強決定戦のねパリーグ限定リーグの順位に出てますんで、それだけちらっとご覧いただきます、こんな感じです、はい。現在2829ということで、まあそこそこね、今回まあ目標的には前回の2038、これ自己記録更新をね、目標にはしてたんですけども、まあちょっといいとこまでね意外と来てますね、はい。まあ、金曜日段階ぐらいからだんだん上がってきてくれましたんでね、まあ思ったよりはいい感じかなと思ってますね、はい。まあいい感じですね、このままちょっとあと、まあ、日曜日と土曜日あと1節2節ですか、頑張ってもらいたいなと思ってます、
はい、まあ今回こんな感じですね。一応まあ、15回使って、まあ、まだね9万6000乗ってないんでね、あんまりちょっと補強はできてないんですけども、これからもミキサーもねまだシリーズ2完全移行して、このオリックスの製編1回もしてませんのでね、これからちょっとミキサーとかあと交換会とかもありますんでね、そのあたりでちょっとまあ強化できればなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロードオリックス純正編でした。